我が軍の兵士と攘夷派が揉めていた件、どうにか解決したようだな。攘夷派を殺さずにおとなしくさせるとは立派なものだ。とにかくこれでしばらく攘夷派のことは気にせずともよいだろう。お前までそう言うなら確かなようだな。これで裏が取れた。今度九段の重臣は横浜のイギリス商館に顔を出す。俺もその場に出向き、奴に贈り物をする予定だ。お前は贈り物を届けるふりをして奴の周辺を探れ。そして本当に交易をやめさせるつもりなら奴を切るのだ。良いな。言いたいことがあれば聞こう。話が早くて助かる。状況が分かったなら仕事を始めてもらおう。よし、お前の働きにはいつかちゃんと報いねばなるまいな。例の贈り物は A1 番館という施設に届くよう手配した。まずはそれを回収してくれ。手に入れたらイギリス商館まで届けに来い。頼んだぞ。
やっと出てこられたよ。いやー怖かった。奴ら追い払ってくれてありがとな。西洋人ってだけで目の敵にしやがって。あいつら見境なくなってないか。おお、それなら俺が担当だ。ケンタッキー特産のバーボン、それも極上の一品だぜ。中の部屋に置いてあるから勝手に持って行ってくれ。割ったりするなよ。誰だ。やつの護衛なら切って構わんな。生意気な。どうやら騒ぎは収まったようだ。やっと来たか。何があったのだ。し、状況が変わったのだ。どうも、すでにイギリスがあの者を骨抜きにしていたようだ。山吹色の菓子とスコッチウイスキーで落ちたらしい。切っても切らなくても同じ結果だったというわけだ。遅ればせながら我が国が誇るバーボンをお送りする。どうかお納めを。これがアメリカのバーボンか。ありがたく頂戴する。今後も帰国とは友好な関係を続けさせてもらおう。とにかく交易は続けられることになった。お前にも礼を言っておこう。もう十分だ。解放してやる。これ以上お前に何かを頼むことはない。安心しろ。振り回して悪かったな。実はお前の働きに報いるため特別な礼を用意してある。今度横浜貴賓館に顔を出してくれ。またな、隠し刀。